みんな大好きフルーティージェルスライミーミニを紹介します。見てください、このインスタ映えしそうな商品を。めっちゃインスタ映えやん。ティアラチャンネル。1つ目はスイカ、2つ目はオレンジ、3つ目はドラゴンフルーツ、種が4つ目はキウイ、おお繊維まで入ってる、5つ目はレモン、6つ目はグレープフルーツ、おお開けていきます。1つ目いきます。スイカです。スイカちゃんと顔緑だ、うん、切ったような断面だけど、なんか切ったような、うん、開いた、おーおーラメが入ってる。ラメって言うとパステルカラーパステルカラーって言うのかな、うん、あ、なんかね音フェチとかもできそう。気持ちいい、なんかねひんやりしてる、ひんやり、なんか高級な石鹸の匂いがするなんかね高級っぽい、うん、わかんないな、スイカの匂いではあります、あるある、ありませんかオレンジとドラゴンフルーツ、種すごい、うん、アリの集団本当のみかんのつぶつぶみたい。うわすごい。あ、やっぱちぎれるね。ちぎれるけどね、伸ばそうと思います。気持ちいい。寂しくなった、色がないと。これでいいけど、色がないと寂しい。うん、寂しい。透明。梅干しみたい。なんか酸っぱい匂い。本当だ。残ったり一つ。香りが違う。なんかこれ空気が割れたみたいな感じ。はい。おい、焼けた。おお。パンケーキみたい。取りまーす。おい。出たくないよーっていう。うん、あー。そうって抜けた。あー、綺麗。綺麗。ラメが見える。あ、しかもこれよく伸びる、あ、伸びる、あ、伸びた、なんでさっき伸びた、ということでフルーティージェルスライミーミニを紹介しました。今、ネネたちはスライムにハマってます。